強熱同級生2ショットも、山田良介主演最後の金ナイン、ビリオンかけるスクール、が大惨敗スタート、被害者の声も出る無理ゲーな理由。7月12日、へいジャンプの山田良介、31が主演の連続ドラマ、ビリオンかけるスクール、富士テレビ系、金曜夜9時からの第2話が放送される。 ビリスクは財閥系企業のトップで億万長者ビリオネアの主人公、鏡霊、山田が素性を隠して教師となり、やる気ゼロ、才能ゼロ、将来性ゼロの底辺クラスの担任になる学園コメディー。ビリスクは第1話の時点では、シナリオ面も含めて好評の声が多いドラマです。全く現実味がない設定ですが、中途半端ではないから引き込まれるし、 山田さんの二次元から飛び出たみたい俺様イケメンぶり、ヒロインで秘書役の木並春さん、38とのコミカルなやりとりなど、役者陣も良くて、通回学園エンターテインメントという宣伝文句通りの楽しいドラマという感じでしたね。テレビ誌編集者。第1話から、山田演じる鏡が高性能 AI スーツのお披露目イベントでワイヤーアクション込みのダンスを披露したり、 悪人を余裕尺尺に格闘術、AI 補正で制したりと、アクション面も充実。生徒役に人気急上昇中のトラビスジャパンの松田玄太25がいたり、メインキャストに山田と、探偵学園9-07年7月期日本テレビ系で共演し現実でも高校時代に同級生のシダミライ31と神木隆之介。 31が再共演することで注目を集めたりと、見どころの多い作品なのは間違いないのだが、残念ながら視聴率は振るわなかった。第1話は世帯4.3%、個人2.5%。そして今、テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率が1.6%と大惨敗と言える数字です。 ビリスクでこの放送枠、緊急ドラマ枠は終了することが発表されていますが、最後の作品まで数字は上がらないまま終わってしまいそうな感じですよね。制作会社関係者、緊急ドラマ枠は23年10月クールの室津ツヨシ48、主演作からスタートしたが、その後、今年1月クールに桐谷健太四十四44主演の院内警察も、 4月クールの篠原良子50とバカリズム48がダブル主演を務めたイップスも低視聴率で終わってしまった。最大の原因と言われているのが強力な裏番組の存在です。金曜9時枠は大人げ名作映画を次々と放送する金曜ロードショー日本テレビ系とたびたび2時間 SP を打ってくるスノーマンの看板組。 それスノーマンにやらせてください。t b s 系通常時は夜8時から9時が被ることが多いですからね。他局の新番組にレギュラー番組の強い内容をぶつけて初回つぶしをするのはテレビ界の上等手段ですが、ビリスクの第1はもそれにやられてしまいました。全同ビリスク初回放送日7月5日の金牢は山崎健と29主演の人気映画。 キングダムに遥かなる大地へ 2022TBS は嵐二宮和成41と小泉孝太郎45による二宮孝太郎とソレスのの合体 SP を真裏で放送。小足調率は日テレが3.9%、TBS が3.6%やはり高かった。富士テレビの緊急ドラマ枠は構造的に 良い作品でも数字が取れない無理芸枠だともっぱら。だからわずか1年という短命でドラマ枠が終了してしまうということですよね。周りが強すぎての負けでも主演作がこければ主演俳優の結果にあってしまう。山田さんは枠の被害者とも言えそうですが、第2話もさらに厳しい戦いになりそうです。前室の制作会社関係者、7月12日の 金牢は、キングダム運命の炎、シリーズ3作目、2023が本編ノーカットで地上波初放送。しかも、同日公開のシリーズ最新作、大将軍の帰還のハイライトシーン約5分もノーカットでテレビ初公開される。また、テレビ朝日のミュージックステーションには山田と同じスタートエンターテイメントの人気グループストーンズが出演し、 ここに帰ってきて、と、ゴングの2曲を披露することが発表されている。エムステ、にはスタート者のグループが毎週のように出演していますよね。旧ジャニーズ事務所時代は所属タレント同士が裏かぶりしないように気遣いがあったのが、スタート者になり、さらに独立するタレントも続出。その結果、同社タレントの裏かぶりへの配慮はかなり緩くなってきている印象です。 山田さんにとっては、それもきついですよね、全同。一方で、前述のように、ビリスクは視聴者からの評判は悪くない。全然ノーマークのドラマだったんだけど、木並遥ちゃんと三良ちゃんの掛け合いが可愛くておもろい、顔もじわい、そして神木くんも出てた、継続確定しました。仕事で疲れ切った金曜夜に、頭使わず、面白がれるドラマ、ありがたい。 美しい、かっこいい、面白い、続き気になる。そんな楽しみ方の金曜夜。また週末見ます。SNS の口コミなどで少しずつファンを増やしていき、終了が決まっている枠の優秀の美を飾る、主演の山田はその役割を果たせるだろうか。志田は英語教師、新木は公務員を演じている。山田と志田のツーショットには、 このツーショットは強熱です、などの声も。新睦の出演は告知なしのサプライズだった。